タイルが流れる。え？カンナムスタイルが流れる。え、すごいな。やばい、カンが調子に乗ってきた。ナイスト、あ、チーム紹介。はい、チーム紹介。ライト、マタさん、レフト、カン、ライトバックがユキ。レフトバックがミスズです。ミスズです。強いです。あの蛍光のやつ、あれ絶対ランナー用だあれ。うん、はい、はげるあれ。あ、無理。無理やね。無理。あの二人じゃないとはけない。うわ。バックうまいよ。相当。大好きにラップしてもらおう。大好きにラップしてもらおう。向こうは強いよ。向こうは何が強いかな。バックが強いとかね。バックかな、やっぱバックかな。強いとかはもうバックが強いよね。バックは強い、うん、バックは当然のように強いよ。なんかおちんくら、あ、うるさい音だ。いや、ここ安定感やばくない。やばい。バックが構築と地球やけん。カンがどんだけ決めるかよ。来たよね。はい、確かにバックは当然のごとく強いね。普通にうまい。全部。うい、はい、勝てるやん。マチャさんと身長変わらんのよね。え、マチャさんと身長そんな変わらんけど。そうだ、マチャさんの身長68とかやった。そうなんだ。いや、わからんね。もう意味わからんよ。練習すればなるってことよ。上手くなればあんぐらいできるってことよ、うん、飛べばいいんやろうね。あ、やったね。なんださっきの何やった。風もなくなった。やばい、エースケの試合が取れない。電池あっち同時にやるより。そこそこ、そうそうそう、あ、ちょっと打ちせばいい。フェース見やす。 6-2 で勝ってます。 6-2 で勝ってる。え、 6-2 で勝ってる。普通に言ったけど。 6-2 で勝っとる。相手どこかね、あれ意味わからんよ。相手どこわからん。名前がわからん。しかもこれ時間めっちゃ短くなったよね。10分からさらに短くなった。あ、さっき言った、うん、でももう今振ってないけんね。うん、できるじゃできるけど。なんかね、あのバックのさ、背低い人いるじゃん、うん、やっぱバックでなんか極端に背低い人いたらさ、リベロ経験者だね。やっぱはい、監督勝ってるぞ。ゴリゴリごめんなさい。私はいけません。すごくない？お前が勝ってるよ。これ何？何これ？準決勝かな。準決勝か。枝落ちてきた。でっかい木の枝が折れて落ちてきた。やべえ、誰のそれ。うい、肩合わせないからね。肩合わせないからね。いける。なんかあれよね、ここまで来ると大体見たことある人たちよ。あ、残ったのやろ、うん、あ、またあなた方ですか。ちょっとサイズちっちゃいけど、まあ、じゃないとそんないきなり新しいの残らないのね。やっぱ常連は、あ、ここねみたいな。あいつらぐらいやね。もう
確かに色物で残ってる、ね、色物で、うん、面白いの狙って残ってるのはね。あ、ナイスナイスだな。レフトドリ、まだいいよ。当たり前やろ。ちょっとあそこら辺でさ。マジ面白かった。無意識やった。覚えるのはあんまり。そんな時あったっけ？来た瞬間に。本当に覚えてない。来てましょう。瞬間にさあ。ビデオに入ります。熱狂してもらえるよ。なんと13対7で勝ってます。余裕や。準決勝です。ちなみにあっちは。6-4 で負けてます。高尾さんとエースケです。もう一回ブエナビスタよ。2連続ブエナビスタよ。かわいそすぎだよ。しかもあそこあれやない。この前勝ったの方やない。いや違う、ここ分かったね。レフトの人が違う。レフトの人が違う。この前もあの女の人やった。要素は喋るじゃん。あのあれじゃない、タオルの人じゃないよ。取り出した。ラッキーラッキー、これはでかい。このままいけたね。15対7です。すいませんよ。ラッキーラッキー。あ、もうね、時間の問題もあるよ。あるよ、ある、いけるよこれ。あ、エスケナイス。やっぱりタオルが欲しい。あ、タオルじゃねえや、傘が欲しい。レンズが濡れて曇っとる。タオル的なのない？ない。ない。レンズがね、濡れて。これも吹いた。うわ、ナイスだ。あいつあんなんやったっけ。ファン覚醒してます。調子いいね。調子いいです。室内バレーみたいな格好やない、室内バレーみたいな格好やん。露出が高くないのか。一気、あ、これもう決まったな。あ、もう20対8や。純潔。ちなみに向こう見る。11対9かな。じゃあ、あ、じゃあ11対6やった。11対6で負けてます。頑張れ。これ勝つね。もうあと1点よ。あ、もう終わったら、そのまま向こう行こう。終わった。21対8。切った方がいいかな。うん、そうやね。